FM 802. Design your fantastic future. Fantastic future.2月23日金曜日、時刻は夜8時を回りました。坂東彩花さんのポッピンフラッグに代わって、ここからは FM802 デザインはファンタスティックフューチャー。こんばんは、 DJ ファンタスティックス中島聡太です。今回は録音ソタでお送りします。よろしくお願いします。2月最後の金曜日、面白かった2月エピソードあればって台本に書かれてますけども、むずいな。でもね、一個ちょうどこの前面白かったというか可愛らしいエピソードがありまして、あのファンタスティックスというグループでやらせてもらってるんですけども、まあ相方のボーカルの八木雄星くんと、あのパフォーマーの瀬口玲也くんっているんですけども、その二人の話なんですけども、リハーサルがあって、その時に玲也くんが雄星くんに話しかけてて、横にいたんですよ僕で。なんだろうと思ったら、その前日に雄星くんがトークイーンズっていうフジテレビの番組がありまして、それに番宣も含めて出てたんですよ、一人で。でそれがあったんですけど、でレア君が TVer を開いた時に八木雄星が出演してるトークイーンズのランキングがバッて上に上がってて、で見出しで八木雄星の恋愛事情とはって書かれてて、レア君がそれは見るでしょうって言って見たって言ってたんですよ。いや可愛いなと、そのメンバーの恋愛事情とはっていうので食いついてメンバーが見てるっていう状況が可愛いし、それを次の日のリハーサルで言ってるのをね、横で見てて面白いな、しかもメンバーが強いなと思いましたね。だから今ね TVer とかでも見れますし、まあ、メンバーも見てますし、メンバー以外その応援してくださる方にもどんどん見ていただいて、そして、まあ、メンバー同士ね、お互いのドラマとか番組を見ることが多いので、ファンタスティックスはそれで盛り上げてるので、よかったら皆さんも SNS でぜひ、ドラマ、そしてあのバラエティ番組も盛り上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして今夜もデザインはファンタスティックフューチャー始めていきたいなと思うんですけども、オープニングナンバーはですね、これはねぜひたくさんの方に聞いていただきたいですし、なんか今までのファンタスティックスは爽やかとかスタイリッシュさもあったんですけど、この曲またガラリと世界観変わって、不思議な感覚とかなんかインな感じもねあって面白い、楽曲になってますので、ぜひ聴いてください。ファンタスティックスでダークマター802 Design your fantastic future。FM802 デザインはファンタスティックフューチャー、 DJ ファンタスティックス中島聡太がお送りしています。 FM802 開局35周年特別番組 YOURRADIO802、来週3月1日、そして翌週の8日金曜日夕方5時からは、この方が DJ を担当します、三浦大知さんです。おー、そしてお送りするのはニューアルバム Over ラストトラックから Everything I Am Featuring フレイリホ。はい、ということでお送りしたのは三浦大知で Everything I Am Featuring 古井里穂でした。いや、かっこいいなぁ。まあ三浦大知さんはもともと大好きで曲も聴いてますし、しかもねこの番組でも結構かけてますよね、古井里穂さんの楽曲僕も大好きで聴いてるって言ったんですけども、そこのお二人がまさかのコラボで、まあ、この曲構成もすごく素敵だなと。三浦大知さんがこう前半1番やって、2番に古井里穂さん出てきて、最後掛け合いっていう、このおしゃれでかつこの曲も存分に楽しめるという、そこがね素敵だなと思いましたし、お二人の歌い方とかこの曲のアプローチの仕方でエッジボイスの使い方とかめっちゃ勉強になるし、すごく聴いて楽しいなっていう感覚で、もかっこいいしスタイリッシュらしいっていうのがね素敵だなと思って選ばせていただきました。ありがとうございます。中島聡太がお送りしているデザインはファンタスティックフューチャー。まあ、2月ですよ。2月ね、振り返ってみて、ここ最近のいい出会いとかね、あったかなって振り返ったんですけども、まあ、昔から、まあ、芸人さんが大好きでして、そして、めちゃくちゃ探るんですよ、本当に。なんかネタも見るし、YouTube とかも見るし、の中で、ラジオとかもね、聞くのはあるんですけども、9番街レトロさんっていう方がいて、どっかメディアで一回言わせてもらったことがあって好きですっていうの。で、それをきっかけに、フジテレビの深夜の蜂蜜っていう番組に呼んでもらって、ゲストで堀夏くんと出させてもらったんですけども、芸人さんがたくさんいる時に、
僕たちが VTR 見ていろいろ話すっていうのでめちゃくちゃ面白くて、で写真も撮らせてもらいましたし、で芸人さんからも堀夏くんのセンスもすごく褒めてもらってて、なんであんなにコメント落とせるんですか二人ともみたいな言っていただいて、いやいや嬉しいですねみたいな。堀夏くんも芸人さん好きなんでね、自分は面白くないって言うんですけど、中島家みんな堀夏くんはセンスが化け物だと、面白いあなたはって家族で押してたらそれ言うのやめて緊張するからって言われてますけど、堀さん面白いんですよ。でまあそれもきっかけでキューバンガレトロさんとご一緒させてもらって、ちょうどこの前新幹線のホームでそのキューバンガレトロの京極さんと偶然お会いして、あ本当に一週間前ぐらいかな収録した中島ですって、わーってなって、今後もぜひまたコンサートも行きたいです、呼んでくださいとか言っていただけて、またねこう素敵な出会いをさせていただきました。ありがとうございます。はい、ということで DYFF 中島颯太の、最近よく聞いてるヘッドフォンミュージックを選んできました。まあ春に向けて明るい気分になりそうですし、まあこの時間に聞いてても気持ちいいかなと思って、セレクトしてきました。まずはね1曲目は、この曲はまあ聞いていただけるとわかるんですけども、この DYFF を好きな人からしたら多分僕の好みとかも分かってきてるんじゃないかなと思います。この気持ちよくおしゃれな感じの、サウンドが楽しめるんじゃないかなと思います。それでは大橋トリオザ・チャームパークでザ・ヨンダ、お送りしたのは小林東也でレンズでした。こちらもね、これいつか本当にかけたいなと思ってたんですけども、小林東也さんが昔からなんかギター一本でカバーをされてたんですよ。結構昔ですね、なんかほんと5年前とかかな。でその時からインスタグラムとかを見てていい声だなと思ってて、その何年後かにデビューされて、そして何曲か出した後にこのレンズっていう曲が来て、なんか素敵な歌詞だなと思って、でまあ、気持ちよくサウンドもいいし、その恋愛のこうあなたのことを見てるの感じも素敵な表現が多くて、レンズをぜひね聞いていただきたいですし、小林東也さんのこの歌声の素敵なところの部分をたくさんの方にヘッドホンミュージックということで細かく聞いてほしいなって思い選ばせていただきました。ぜひ聞いてください。中島颯太がお送りしている FM802 デザイン Your Fantastic Future、 今日は珍しく金曜日の祝日だそうで、お休みの中聞いてくれてる人もいるんじゃないかなと思います。そして、まあ、部屋で一日ゴロゴロすることある場合、これ皆さんとかって何してるのかな。本当にもう出なくていいよ、出なくていいよって言われるのはないですけど、お休みで部屋で一日ゴロゴロするなら何するかなって、僕はね出ない日はまあ、いろんな動画を見るかな、まあ、ラジオも聞くかな。でなんかいろんな動画を見るっていうのもいろんな種類の動画を見るんですよ。例えばカメラが趣味なので、カメラのこうしたらうまく撮れるコツとかめっちゃ細かく見るし、なんか光の入り方とかこうシャッタースピードとかをこうしたらこういう写真が撮れるとかも見るし、なんか曲も聞くし、メイキングとかも見るし、で芸人さんのそういうのも見るじゃないですか。とかなんか本当にね作り方とか How to make a song とか、なんか曲を作るのを海外の人が結構上げてて、自分でトラック作る人ですね、こうドラム入れてそこにこういうベースライン入れてでっていうのを海外で結構出してるんですよ。それを見るのが楽しくて、こうやって作ってんだとか、意外とこのなんか何も考えずに作った方がいいんだとかも見てて楽しくて、それをね勉強するまではいかないですけど、好きなものを見るのが多いですかね。だからひたすら家にいるならそういう動画を見るかなと。でピアノ弾いたりギター弾いたり、そっち系に当てるんじゃないかなと思いますね。そして、まあ、今夜は今部屋でリラックスしてるあなたにこの曲を聴いてもらおうかなと思います。まあ、この時間結構お風呂の人も多いのかなと、お風呂入りながら聴いたりする人も多いのかなと思って、これを選んできました。ウクラリープでバスタイム。FM802 デザイン Your Fantastic Future、 DJ Fantastics 中島颯太がお送りしています。録音ソタバージョンの時のコーナー、デザインドマイライフソング。
この曲聴いて勇気もらったなとか、何かあるとき常にこれ聴いてたなとか、あるきっかけであなたにとって大事になった楽曲にまつわるエピソードとともにこの曲を聴こうって時間です。これ皆さんのねメッセージと曲線がね素敵で大好きなコーナーになっております。今夜セレクトしたのはラジオネームみーちゃんさんのデザインドマイライフソングエピソードを紹介します。そうちゃんこんばんわんわん、こんばんわんわん。私は頑張ってみようと目標を決めて少しずつ進んでる時に、なかなか思ったようにうまくいかないとできなかったことばかりに目がいってしまって落ち込んでしまうことが多々あります。そんな毎日を過ごしている時におっぱん、4話の大地くんのセリフ、おっぱんっていうのはですね、僕出演させてもらってますドラマおっさんのパンツが何だっていいじゃないかというドラマなんですけども、それの4話の大地くんのセリフ、無理かもしれないのにやってみようと思ってる僕偉いにハッとさせられてできないことばかりに目が行ってしまいがちですが、無理かもしれないけどやってみようとしてる、それだけでもすごいやん自分と少しずつだけど思えるようになってきました。まことさんやかけるくんのように脳内大地くん、脳内大地くんを再生できるように、すごいね脳内大地くんいいね、日々そのセリフを聞いてます。本当にソちゃんが大地くんを演じてくれたおかげで素敵な作品に出会いました。ありがとう、めちゃくちゃめちゃくちゃ感謝してます。そしてそんな私をさらに勇気づけてくれた曲が、テレビを見てる時にたまたま流れた CM なんですけど、聞き慣れた曲だったのですが2024年バージョンの新しい歌詞になっていて、やろうとするのが大事、予定通りに行かなくたって確かに前には進んでいる、今の自分にぴったりすぎる歌詞で、結果だけではなくやろうと思ってることがまずすごいし、うまくいかなくてもきっと少しずつでも前に進めてるはずと今はちょっとでも思えるように、大地くんの言葉とこの曲で考え方を変える努力をしています。それでは聞いてください、愛でみんながみんな英雄2024。みーちゃんさんいいですね。これ僕もねちょうど CM 見てて調べたんですよ。あれ歌詞がってなってね、本当に素敵な曲ですし、まあそれこそ僕の演じてる大地くんのセリフで、無理かもしれないのにやってみようと思ってる僕偉いっていう言葉とね、やろうとすることが素敵みたいなこの歌詞とともに素敵だな。これね本当にデザインドマイライフソングのこのコーナーね、毎度送っていただいてるんですけども、素敵すぎて全部紹介したいぐらい、まだまだねたくさんの方のもあるんですけども、今日はこのみーちゃんさんのみんながみんな英雄という、曲を選んでいただきまして、まあ確かにこうやれなくてうまくいかなくて失敗したから自分が全然できないっていうんじゃなくて、それをやってみようとか好きで挑戦してる気持ちが素敵なんだっていうのをね、こう、まあ、役の大地くんの言葉にも僕も勇気づけられますし、今後もその思いで頑張ってきたらなと思いますし、この脳内大地くんっていうのが素敵ですね。脳内大地くんを再生できるようにぜひ、あのドラマもね、おっぱんっていうドラマがありまして、なんか勇気づけられるし前向きになって、あ、確かに頑張ってるんだとか、それぞれの人の好きなものとか、なんだろ、考え方をアップデートできるドラマなので、ぜひ皆さん少しでも興味持っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、あなたの未来を切り開いたデザインドマイライフソング、あるきっかけであなたにとって大事になった楽曲にまつわるエピソード、思い出したら皆さん送ってください。録音ストの時に紹介します。 Be Funky 35th Anniversary FM 802。はい、今この DYFF 聞いてる皆さんの中には、今週末日曜日のことを考えてドキドキ最後の調整チャレンジする楽しみをですね考えてる方もいるんじゃないでしょうか。まあ大阪マラソンですね。まあ大阪マラソンは僕もね何度も見に行かせてもらったこともありますし、自分の父親も走ってた時期もあるんですよ。でマラソンもね基本好きだけど、 42.195キロを走るって相当な挑戦だし、自分への達成感もあるし素敵なことなんですよね。でマラソンを頑張る皆さん、こう何かを成し遂げたりとか頑張ってる姿本当にかっこいいですし、まあ、自分にも勝つとか負けるとかもあると思うんですけども、楽しんでとりあえず走っていただけたらなと思います。頑張ってください。そしてそんな皆さんに送る曲はですね、この2曲なんですけども、ぴったしかなと思います。歌詞も含めてその曲調もサウンドも、なんか走りながら聴いていただけると頑張れるエナジーが出てくるんじゃないかなと思います。それでは聴いてください、キングヌーボーイ
そしてスーパービーバーで名前を呼びよ。お送りした曲はスーパービーバーで名前を呼びよでした。そしてね、大阪マラソン、本当にね、応援したいなという思いで選んだんですけども、この名前を呼ぶよっていうのもね、こうなんか奮い立たされるような、こう、ま、大阪マラソンの時もお父さんの時見に行った時に、お父さん頑張れって、で、中島頑張れって言った時にお父さん嬉しかったらしくて、やっぱね、その名前呼んでもらうとかまあこの家族はちょっと例外ですけども、名前呼んでもらえると嬉しいし、まあこの名前呼びを会いに行くよとか、この曲に対する素敵な部分がたくさんあったので、この2曲をかけさせてもらいました。ということで、大阪マラソン走られる皆さん頑張ってください。応援しております。次はですね、最近見つけたソングで皆さんにご紹介したいなという思う曲を選んできました。まあこの曲はなんだろうな、気持ちよかったんですよね。流れてきた時に、あ、これ絶対好きだって一瞬で分かったし、何度も聴いてる曲で、ぜひね、細かいところまで聴いてください。ファーストラブ is never returned でバックミラー。今夜のラストナンバーは小袋で今咲き誇る花たちよでした。これはね、なんか素敵だし、前向きになるし、なんか頑張れるんですよ、この曲。そして小袋さんは昔から大好きで、初めて買ったアルバム、CD が小袋さんで、で、ずっと聴いてるし、家族で旅行する時も、行きの車、帰りの車はずっと小袋さんを聴いてたっていうのもあって、小さい頃から、小袋さんの歌詞とか、音楽性もそうだし、に、パワーをもらっておりました。そしてこの今咲き誇る花たちよも、もうなんか壮大な感じと、わー頑張るぞっていう気持ちにさせてくれるので、なんかこのラストナンバーにして、また明日からも頑張るぞっていう気持ちになっていただけたらなと思って選びました。はい、ぜひ皆さん一緒に頑張っていきましょう。そしてですね、まあ今ファンタスティックスは絶賛念願のアリーナツアーを回らせてもらっております。ファンタスティックスライブツアー2024インターステラティックファンタスティックっていうね、アリーナツアーがあるんですけども、大阪城ホール本当に楽しみでございます。皆さんぜひ盛り上がってください。そしてメッセージ届いておりまして、ラジオネームみゆさん、そうちゃんこんばんは。こんばんは。アリーナツアー初日お疲れ様でした。ありがとうございました。念願のアリーナツアーということで感動しましたし、本当に楽しかったです。ありがとうございます。一つ気になることがあってメールさせてもらいました。そうちゃんのキャラクターソタンジェルのスカートに英字が書かれてると思うんですが、なんて書いてあるんですか？そう、自分のね、今ツアーでメンバープロデュースブーツっていうものがあって、これは自分たちが作りたいものをスタッフさんと相談して作って、それをこれ販売してるんですけども、その中でソタンジルっていう天使のキャラクターがいまして、それがね、自分が考えたんですけども、そうなんですよ、そのスカートに英字が書かれてるんですよ、まあ、筆記体でね。で、そのちょっとメッセージ読みますね。気になって気になって夜は眠れるんですけど、気になるので教えてください。若干寝れてるね、しっかり。気になってはいるけどね、夜は寝れてるんだ。次の愛知公演も楽しみにしています。体調怪我に気をつけて頑張ってください。そうね、これね、英字をあえて分からないように書いてくださいっていうので言ってたんですけど、言うか言わないか迷ってるんですよ。じゃあこのラジオ DYFF 来週正解発表します。これね、親にも言われたのよ。親に写真を送ってきて、これってなんて書いてるのって。でみんな多分ね、気になってると思います。これを来週発表します。なのでこれなんじゃないかなっていう候補を送ってください。正解か違いますよも含めてちょっと発表します。なのでぜひ絶対に来週聞いてください。よろしくお願いします。はい、 FM802 デザインはファンタスティックフューチャーエンディングのお時間です。 FM802、 この後夜9時からは高木梨沙さんのロッキッズ802です。僕中島そとろは来週金曜日3月1日夜8時ここでお会いしましょう。ということで皆さんぜひメール送ってください。ありがとうございました。バイチャー。